本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。突然ですが皆様、まずはこちらをご覧ください。暇空茜様関連の、新たなスタンプができたそうです。いいですね、最近は手をついてわびろう、鉄は、と訳す文化があるそうです。ちょっと待ってください。右下のやつ、誰だよ。右下になんか、異物混入していませんか。私じゃない。なんか髪の色が違うやつが混じってるな、と思ってよく見たら、なんとレイヤでした。スタンプでも、昇魂爆発させてて草、私に対するイメージ、どうなっとんねん。学生服を着て、ワインの宣伝をするとか、これはいけませんねー。制服はあくまでコスプレなのでセーフ。ありがとうございます。さて、本題に入ります。堀口くんの秘書の書き込みのストックが、かなり溜まっているので、今日はそれを消化していこうと思います。あの秘書、真面目にさっさとクビにした方がいいと思うんですけど、お金払ってるのに足引っ張ってるだけですよ。あるいは、掲示板に書き込んでいるのは、バーチャル秘書なのでしょうか。さて秘書の書き込みを紹介する前に、匿名掲示板で行われていた、事実陳列罪に該当するレスを、いくつか紹介していきます。堀口くん、そろそろ口だけじゃなくて、手を動かしましょう。まともな人は、こちで経過報告などしません。ここでエコチェン起こしたところで、味方は減る一方ですよ。刑事告訴するんを、民事訴訟するんを、それで実績はあるのでしょうか。刑事告訴したというツイートを、なぜか削除していたりと、よくわからないムーブをしておられます。確かに法的措置の経過を、5チャンネルで事細かに、いちいち自分語りする人類なんて、私は今まで一度も見たことがありません。さすがは前例がない男、グーの根も出ないほどのレジェンドです。口だけじゃなくて手を動かしましょうというのは、本当にその通りです。口だけなら何とでも言えますが、実際に手を動かすのは難しいですから、その人が何を言っているかよりも、その人が何をしているかで、人物を評価するべきです。堀口くんとその秘書が取っている行動は、まあ、堀口くんの行動について、本音で語った場合、リーガルラインを100キロぐらい超えてしまうので、難しいですね。ぼっち目的以外で、あのスレに常駐しているのは、情弱がほとんどですから、そういう人たちに持ち上げられても意味はありません。そのことを遠回しに忠告してくれているのですが、おそらく秘書の耳には届かないでしょう。いや、ここは堀口さんの、心のオアシスだから、温かく迎えてあげないと。一応秘書という設定なのに、ナチュラルに堀口さん呼ばわりされてるの。笑う。もう秘書本人も最近は、私とか言い出していますし、秘書という設定を守る必要があるのかは、正直疑問です。もう正体表しちまえよ。あのスレで書き込むことに、とても意味があるとは思えません。しかしあのスレでは皆がよしよししてくれるので、秘書の精神安定剤のような役割を果たしていることは、事実でしょう。5チャンネルを、精神安定剤代わりにする男。いや匿名でやるなら良いんですよ。なんで実名と関係あるアカウントでやるんですかって話です。堀口くん、いつもお疲れ様。暇からの訴状が届いたら内容教えてね。本命は債務不存在確認訴訟かな。堀口くんは自分に都合の悪い情報は基本的に出さないのであまり期待はできませんね。今後大きな動きがあれば、必要があれば暇空茜様が、情報を出すでしょう。堀口くん、開示に失敗した時や、民事訴訟で敗北した時も、しっかりと白紙のプレスリリースしないとダメですよ。まあ多分しないでしょうけど、笑い。堀口くんは、自分に都合悪いことは、絶対教えてくれないから、堀口くんに期待しても無駄。堀口くん宛ての訴状なら、今日暇空が公表するみたいだからそれを見ろ。これらは少し前の書き込みですので、時系列が少し前後しています。ご了承ください。もう堀口ウォッチャーの皆様も、堀口くんの特徴について、大体把握しているみたいですね。堀口くんはもしかしたら、都合の悪い情報を隠しているのではないでしょうか。しかしいつまで隠し通すことができるのでしょうか。見物です。さて先日、小林の怒り様が、体調不良であることを公表しました。その件に対する、秘書の書き込みがこちら。小林の怒りについて、Google LLC に、発信者情報開示命令を申し立てた。期日は来週ので、YouTube から通知でも来たんじゃないですかね。レジェンドは Google とは言わないんですよね。 Google LLC と言います。堀口くんの白紙のプレスリリースでも Google LCC という表記が繰り返し使われていました。別に Google って言えばよくないですか。それで十分伝わるでしょ。なぜ便所の落書きのような匿名掲示板でわざわざ LLC とかつける必要があるんですか。どんだけ律儀なんですか。あなたは小林様は元から体調面に不安があるそうなので開示請求関連の通知が来たとかは多分あんまり関係ないんじゃないでしょうか。というか自分に開示関連の通知が来ることが明らかに分かりきっている状況だと実際に来てもあんまりダメージは受けないでしょ。そういうので精神的ダメージを与えたいのなら何も言わずに事前通告なしでいきなり相手にお手紙を届けるのが
最も精神的ダメージを与えることができます。ところで堀口くんからのお手紙は一体いつになったら私の元に届くのでしょうか。メールでも可能です。いつでもお待ちしております。さて、匿名掲示板で以下のような書き込みがありました。 VPN 通してて童貞可能性取れないから何言っても問題ないという認知なんでしょ。ところで堀口は学習院から訓告受けた翌年 KOICU 受験して起きたと。暇空がのたまってるけどマジ。これに対する秘書の回答がこちら。意味不明な妄言で草。まあどうせ近畿大学にしか受からなかった人が何を言ったところで、もし本当だとしてもあなたはそれをバカにできる大学に受かったんですかで終わるんですがね。ああ、いいですね。こういうのすごく良いですよ。この感じいい感じだで。堀口くんの経歴の真相はさておき、学歴コンプが如実に現れている。非常に面白い書き込みです。そもそも今の時代学歴ってそこまで重要ですかね。田舎の小さな企業とかだと高学歴の新卒が入ってきたら珍しいので歓迎することはあるかもしれませんが、今は大抵の会社で入社すれば学歴なんて関係ないでしょ。っていうか慶応に受かったとか受からなかったとかあくまでそういう話をしているだけなのに近代がとか言い出すのは意味不明です。近代の戦争学科って就職で有利なんでしょうか。ほとんどの日本人は近代の戦争学科とか言われてもあまりピンとこないと思うんですけど。いやでも堀口くんの場合は学歴とかそういう問題じゃないですね。お前就活とかどうするんだよ。秀俊、一つ確実に言えるのは堀口くんに空気を入れている弁護士っぽい方々は誰一人として堀口くんの就職のことなど考えていないということです。田ぬかなは就職できたみたいですけど、堀口くんはどうでしょうか。あるいはお風呂屋さんのボーイとかなら受かるかもしれませんね。秘書に対して以下のような書き込みがありました。妄言云々よりはいか家で答えて、あとナチュラルに人を見下す癖は直した方がいいよ。これに対する秘書の回答がこちら。それが他人に回答を頼む姿勢ですかね。そのような事実はありません。あんな短期間に何回も何回も金銭を要求するメールを送りつけてくるやつの秘書に態度について説教される覚えはねえよ。他人には礼儀正しさを求めるのに自分は失礼なことをしまくるスタイル、ダブルスタンダードにも程があります。他人から優しくされたいならまず他人に優しくしましょう。そうすれば自分にも返ってきます。他人から厳しくされるんごーと発狂している人は他人に優しくできない人が多いです。何これ、道徳の授業。刑事告訴に関して以下のような書き込みがありました。暇空が逮捕ないし書類送検された場合って我々が知る術はあるの。コラボ問題すらリーハラの時以外あまり食いつかなかったマスコミが暇空がそうなったくらいで動くとは限らないし、堀口の報告待つしかない感じ。暇空のツイートが止まったらって説もあるだろうが、それは逮捕された時だけだろうし。これに対する秘書の回答がこちら。ご安心ください、その辺も公表されるように段取りを整えてあります。持つべきものは友達ですね。なるほど、実際に刑事告訴などで動きがあった場合ちゃんと情報が公表されるんですね。さすが秘書、良い段取りですね。ところで刑事告訴した側に情報を公表するかどうか選択できる権限があるのでしょうか。ということはですよ、今後もし何も続報がなかった場合秘書の刑事告訴云々の話は完全に嘘だったことが確定してしまいます。そうですね、来年中に続報がなければ嘘だったとみなして良いのではないでしょうか。数ヶ月前の時点で秘書は刑事でいけることを散々ほのめかしていましたから、さすがに2024年中に動きがあるかと思います。意味不明なのが最後の一文、持つべきものは友達ですね。この一文は一体何なのでしょうか。前後の脈絡がなさすぎてびっくりしちゃいますよね。友達について相手は全く聞いていませんし、なぜこの一文を最後につけたのか理解不能です。どんだけ友達を欲しているんでしょうか。友達を作るためにいろんなイベントとかに積極的に出てそう。さて秘書に対してこんな書き込みがありますよ、と別のスレの書き込みを引用して紹介する人が現れました。その書き込みがこちら。もしもカルピスが〇〇とかだったら堀口くんもすでに完全なピエロだよね。〇〇はセブンナイツだから堀口くん使って暇空界隈でリーガルアウトなやつをあぶり出そうとしてる感じすらある。それに〇〇は堀口くんより圧倒的に学歴高いから、そんなやつにごますられたら超快感なんだろうな。まあそれは予想ですけど。あっと、これはいけませんねー。学歴コンプを抱えている秘書が見たらすぐに食いつきそうな書き込みです。これをわざわざ持ってくるとはお主やりおるな。そしてやはり秘書は我慢できずに反応してしまいました。秘書の回答がこちら。ありがとうございます。正直学習院大学にいた時なら東京大学卒業とか弁護士みたいな肩書きの人たちにすり寄られたら気持ち良くなっていたと思います。コンプレックスとは恐ろしいものですね。でも都営してからは学歴へのコンプレックスや執着はなくなったし、むしろ人をフラットに見られるようになりました。良い大学に入っても高い人間性が備わっているわけじゃないと鏡を見てわかりますからね。しょう。あらら、秘書も都営されていたんですね。雇い主のために海外までついていく秘書の鏡。暇空茜の学歴に言及したのは事実ながら、あれは暇空茜が天才を自称
していた。その割に暇そら茜は大したこと言っていない。むしろ基礎的な知識すら欠落している。前提事実がありますからね。たとえ相手が中卒高卒でも、やーい、中卒高卒、とは思わないし、むしろ自衛官とか職人さんとか、普通に尊敬します。何が言いたいかというと、提示くださった書き込みを投稿した人は、おそらく学歴にコンプレックスや執着があるんじゃないか、と思います。だから良い大学の出身者にすり寄られたら快感、みたいな発想になるのでしょう。ソースが過去の自分で恐縮ですが。一体何を言っているんですか？なんでそんな長文で、いきなり長々と語り始めているんですか？もしかして図星だったから、急に早口になっている感じでしょうか？弁護士という言葉は非常に良い響きですし、弁護士というだけで有能そうな感じがしますが、弁護士もピンキリですからね。安い費用で頑張ってくれる弁護士もいれば、裁判中に全然関係のない自分の思想を語り始める、だいぶ特殊なお考えのついぺみ弁護士もいますし、秘書が一体どういう意図で、この怪文書を投下したのかは知りませんが、少なくとも秘書が、相当強い学歴コンプを持っているということは理解していただけたかと思います。提示くださった書き込みを投稿した人はおそらく学歴にコンプレックスや執着があるんじゃないかと思います。この言葉ブーメランにも程があるでしょう。自分自身に思いっきりぶっ刺さってますよ。お願いですからもう少し自分をいたわってください。なぜいつも自分自身を追い込むようなことばかりするんですか？自分自身を大切にできない人は他人を大切にすることなどできません。秘書の都営宣言について以下のような書き込みがありました。堀口くんの最後までやりきるつもりなんてないじゃん。今からロンドンにトンズラ宣言してるんだから。これに対する秘書の回答がこちら。9月に年度が変わるのは規定事項だし、都営しなかったら暇そら茜がロンドンどうきたのと煽ってきますよね。かといって訴訟のために休学したらいつまで学生やっているんだとか早く卒業しろと文句を言われます。いや、どんだけ周りのことが気になってるんですか。どうでもいいでしょそんなこと。勉学を優先するなら勉学、裁判を優先するなら裁判、自分が正しいと思う方をすればよいのです。堀口くんの秘書って周りからどう思われるかについて信じられないぐらい無頓着な一方で、こういう風に周りからの評価を気にする一面もあるので本当に謎です。周りからの評価を気にするのかい、気にしないのかい、どっちなんだい。おそらく周りからの評価を落とすようなことを平気でやってしまうけれども、周りから評価されたい承認欲求もあるということでしょう。例えば8700万円要求とかギャブ以外の何者でもないでしょ。あんなことをしたら周りからの評価がダダ下がりです。周りからどう思われるかを気にしている人物だったらそんなことはできません。自己矛盾してますね。生きづらさを抱えているのならその自己矛盾も原因の一つではないでしょうか。まあ簡単に言うと少しは自分を客観視しろよっていう話です。別に時効は数年あるわけだし、アクセスログも AP にログ保存依頼すればよいわけで、9月にロンドンに行くから逃げるは事実誤認だし、トンズラは明らかに悪意がありますよね。謝ってください。急に謝罪を要求し始めて草、相変わらず構文が決まってますね。手をついてはビロじゃなくて良いんですか。鉄話のインパクトが強すぎて謝ってくださいだとだいぶマイルドな表現に感じてしまいます。これは完全に推測ですけど、堀口くんのことですから AP のログを保存しろって言ってそのまま逃亡する可能性もあるんじゃないかなと思います。今は裁判しないけどログの保存を要求しているからいつか裁判するぞ、ただしいつするかは言っていないみたいな感じの主張をする可能性も考えられます。ただ逃げるだけでは格好がつきませんから、ログの保存を要求してるからいつでも裁判を起こせるから決して逃げたわけじゃないからみたいな感じで予防線を張って精神勝利しつつ逃亡する可能性もあります。あのレジェンドがそのまま尻尾を巻いて逃げるとは私にはどうしても思えないんですよね。もし逃げるんなら思いっきり最後っぺをかましてから逃亡するんじゃないかなと。しかしそれでも逃げ切れないでしょうね。暇そら茜様も複数の訴訟を起こすみたいですし、TwitterX 社原告堀口秀俊が被告の裁判も今後行われるんでしょ。詳細はわかりませんが、ごわっぴねえ。謝ってください、じゃねえよ、まずお前が謝れよ。おん、堀口秀俊くんは自分を被災者に例えた件についてさっさと謝ってください。秘書に対する以下のような書き込みもありました。あなた他人の評価気にして学生やってるんですか。まあ重度の学歴中だからそうなのかもしれませんね。普通は自分のために勉強すると思うんですが、そうそう、戦争学科の講義で読んでいる文献ってどういう本なんですか、教えてください。これに対する秘書の回答がこちら。いやいや、他人からの評価を気にして生きていなくても不当に悪く言われたら怒ったり反論したりするのは当然です。例えば誹謗中傷されて反論したら見えっ張りなんですかね。違いますよね。同194を読んだらそういう理解になるんですかね。あと早くトンズラについて謝ってください。私に次から次へと要求なさる前に今は起点が謝る番です。どんだけ他人に謝罪を要求してくるんですか、この人は。自分は一切謝らないのにね。通過そこ匿名掲示板ですから、便所の裏の落書きに対して謝罪しろとか息巻いたところでまともな返信が返ってくるわけがありません。どうやら秘書はトンズラという言葉に対して大変お怒りになっているようです。
これだけ繰り返し謝罪を要求するということは、秘書はトンズラという言葉に対して、激おこむか着火ファイヤーということです。トンズラするつもりが一切ないなら、別にそんなに腹は立たないと思うんですけれども、ここまでブチ切れるということは、図星だったんでしょうか。もしかして本当に、トンズラするつもりだったんですか。いやー、でもさすがにそれはないですよね。あれだけ単価を切っておいて、開示請求を途中で放り出して、裁判もせずに逃げるなんて、ありえないでしょ。もしそんなことをしたら、X 社がブチ切れて、本気で法的措置を取ってくる可能性も否定できません。しかも、今後もしそうなっても、すべて自分自身の行動が招いた結果という。果たして同情してくれる人はいるのでしょうか。ざまあねえなおい、と思う人が大半でしょうね。おそらくあまりにも悲惨です。ちなみにもし本当に投影したら、金銭を要求された人たちが刑事告訴してくる可能性もあります。構成要件を満たすかどうかは微妙ですが、あくまで可能性の話として、投影してもしなくてもいずれにせよ面白い展開になると思います。秘書に対して以下のような書き込みもありました。受任限度の範囲内です。勝手に傷ついていてください。文献は答えられないということでいいですね。これに対する秘書の回答がこちら。名誉感情侵害の話をしていないので、受任限度は関係ありませんよね。読解力のみならず、法律の知識理解も欠如しているようですね。貴殿が謝らないなら、私は貴殿の要求に応じません。順番です。なぜ私ばかり貴殿の要求に応じて、貴殿は私の要求に応じないんですかね。おかしいですよね。というか、いつになったら、契約書を作成するためのメールを送ってくるんですかね。秘書と契約書なんて、交わすわけねえだろ。個人情報でノリスクラッチするやつの秘書に、個人情報をホイホイ渡す人はいません。いつもは誰も聞いていないのに。どうでもいい自分語りを延々と披露する秘書なのですが、大学で学んでいる文献の話についてはなぜか完全にスルーしています。自己顕示欲の強い秘書であれば、大学の文献について話を振られたら、ものすごい長文で長々と語り始めそうですけど、なぜか文献については一切語りません。これは一体どういうことなのでしょうか。近代の戦争学科で学んでいるんですよね。一連のやり取りに対して市役所とかで延々揉めてる老人ってこんな感じなんだろうな、というレスがありました。ああ、それめっちゃわかる。私個人的には、迷惑な悪質クレイマーは、現行犯で、死刑にするべきだと思っています。いずれにしても、今は貴殿が謝罪する番です。謝罪しないなら、トンズラ発言について、きちんと釈明してください。受任限度の範疇なら、根拠を持って釈明できますよね。もし釈明できないなら、単なる個人攻撃ですから、貴殿の謝罪が必要です。お待ちしています。理由はわかりませんが、トンズラという言葉が、あまりにも効きすぎてしまったようです。笑い。どうやらこの秘書は、トンズラという言葉に対して、感度3000倍みたいですね。弱点を自ら晒していくのか。困惑、堀口くんのカンパの詳細な使途については、現時点では公表されていません。そこでカンパするので、使途を公表してほしい、みたいなことを言い出す人が現れました。秘書はその人物に対して、契約書を書くことを要求し始めます。しかし普通に考えて、秘書に個人情報を渡せるはずがありません。というか明らかに、相手が個人情報を渡せないことを、分かった上で言ってる感じがします。この秘書も人が悪いですね。秘書に対して、以下のような書き込みもありました。大量の開示請求すら放っておいて、ロンドンに行くのなら、一般的にトンズラと評されても仕方ないと思いますが、あとさっきも言いましたが、個人情報晒しまくりの人には個人情報を渡せません。それは堀口さんのこれまでの行いから仕方ありません。自業自得です。これに対する秘書の回答がこちら。需要があるのですから、投影するほかありませんよね。需要をほったらかしたら学業をおろそかにしているというし、もし休学でもしたらいつまで学部生いいと言ってきますよね。もしかして堀口くん、未だに学生であることに対して何か引け目を感じているのでしょうか。しかし気にすることはないと思います。卒業すれば全く問題はありません。卒業できればね。まして286学部生ごときとおっしゃるなら、私が卒業する足を引っ張るのは矛盾します。そして時効が数年あるなら、法的責任には時間的な余裕がある。今すぐ法的責任を講じる必要はないし、アクセスログは IP にログ保存依頼しておいて、後から長期休暇で帰国した時にでも開示を求めれば済みますよね。とえしても、今後の発信者情報開示や法的措置は可能なのに、ロンドンに行くからと開示を放っておくとか、トンズラは当てはまりません。あれ、これマジで逃げる気なのか。そんな嘘だろ秀俊、私を置いてロンドンに行くというのか。ずっと秀俊からのメールを待っているのに、私を無視してロンドンに行くのか。私に法的措置を取るんじゃなかったんですか。 YouTube の追加の開示はどうなっているんですか。次の大量開示は5チャンネルって言ってましたよね。前にやった YouTube の開示の方は何か進展があるのですか。何も続報がありませんけど、あとなぜ堀口くんの Twitter ではなく、童貞が取れていない秘書の方でずっと喋ってるんですか。秘書に対して以下のような書き込みもありました。おかしいよな、文献答えられないって。以前答えたのは、なぜか全員翻訳がある著書ばかりだし、例題で答えられないって、イギリスの大学の講義の参考文献なんだから、当然イギリス版で読んでいるはずなのに、
これに対する、秘書の回答がこちら。今は貴殿が私の質問に答えたり、要求に応じたりする番だから、回答を保有しているに過ぎません。なぜ私ばかり貴殿の質問や要求に対応して、貴殿は私の質問や要求に応じないんですかね。おかしいですよね。結局答えられてないじゃないですか。答えられない質問が来ると、急に全力で論点をすり替え始めるので、この秘書は非常にわかりやすいですね。果たして本当にロンドンに留学しているのでしょうか？あれ？ご自身は個人情報を渡さないくせに、身分証や証明書の提示を求めるんですか？例えば自分は名乗らないくせに、相手の名前を必要に尋ねてくるような人に、名乗る筋合いはありませんよね。契約書を作成しないなら、貴殿の要求には一切応じられません。ということだそうです。堀口くんにカンパした人、かわいちょ。堀口くんは、他人の個人情報は平気で晒すくせに、自分の住所をほのめかされると、発狂しますからね。その堀口くんの秘書が、個人情報を出せやおらん、ってオラついてるわけです。怖すぎるだろ。ドン引き。ここでもし秘書に個人情報を渡したら、一体どうなってしまうんでしょうね。無敵の人は誰か試してみてください。丸投げ。秘書に対して、以下のような書き込みもありました。表に立つ人が個人情報を出すのは当たり前だろ。選挙の時に非選挙人は自分を売り出さないとだし、投票側が個人情報を出すとか必要ない。周りから支援が少ないってのは、信頼されてないって理解できてるの。暇空の周りには寄付や情報提供している。無数の支持者がいるけど大丈夫。これに対する、秘書の回答がこちら。単に投票や応援だけなら匿名でも可能ながら、例えば政治献金は基本的に匿名だとできません。また、今回は単にご支援いただくのみならず、その代わりに作業を要求されていますから、双方に債務が発生するものです。よって純然たるご支援とは同列に語れません。その上で、あれだけ誹謗中傷されたら、評判や信用も貶められますよね。それは私の歌詞ではありません。嫌がらせで生卵を投げつけられた人に、自分が汚いって理解できているの、とは問いませんよね。いや、何の話をしとんねん。ここ一応、暇空あかねアンチスレなんですわ。堀口くんのスレじゃないんですわ。空気を読みましょうよ空気を。大暴れする秘書に対して、以下のような書き込みもありました。正直堀口さん、当分はここに顔出さない方がいいと思う。それかアンチは無言で NG して、スルーしてほしい。こいついつも、スレ住民から注意されてんな。しかも何度注意されても、全く態度を改める気がないのが、すごいです。これはいろいろなところでトラブルを起こしそうですね。お知らせです。レイヤのアマゾンおすすめ商品を、まとめたページができました。レイヤのおすすめのワインやお酒、おつまみ等を一覧で紹介しています。詳細は概要欄からどうぞ。最後に自前の広告が流れます。最高に美味しい、白ワインを紹介します。北海道ワイン、小樽ナイアガラ、甘くてかなり飲みやすいです。まるで高級な、ぶどうジュースのような感じで、ごくごく飲めちゃいます。ワインにしては、かなり甘いので、ワインは苦くて飲めない、という方でも全然飲めますよ。香りも最高です。開けた瞬間にぶどうの芳香な香りが、ふわっと漂います。レイヤが一番好きなワインです。ぜひ一度飲んでみてください。美味しくてどんどん飲んでしまうので、つい飲みすぎてしまうことが唯一の難点でしょうか。購入は、コメント欄のリンクからどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。